だよ。はい。食べ物と食事と開運に密接な関係があるって聞いたんですけど、うん、関係あるよね。あ、そうなんですね。やっぱりものすごい関係あるよね。はい。やっぱり食べ物もそうだけども、やっぱり波動ってものがあるわけだから、はい、やっぱりその食べ物もやっぱり波動の低いものを食べてると、はい、やっぱり体もそういうふうにね、いろいろ蝕まれていくし、はい、やっぱり運気にも絶対僕は関係あると思うんだよね。ああ、そうなんですね、うん、だからその波動の低いものってのはあんま食べない方がいいよね。ちょっと波動の低い食べ物について教えてほしいです。問題あるよね、これで言うとね。ああ、なるほど。その仕事してる人たちがいっぱいいるよ。じゃあ結構普段僕たちが口にしやすいってことですよね、うんうん、食べてんじゃないみんな。あ、結構食べるよね。食べちゃうんですね、うん、あ、そうなんですね。いや、なんていうのかな、その、はい、やっぱりちゃんとしたものを食べた方がいいよね。あ、ちゃんとしたものっていうと例えば、あ、だからもうそうね、まあ1日3食食べる人は3食ちゃんとしたもの、別にね、たまにはやっぱりそのジャンクフードとかも別にいいと思うけども、うん、もう3食全部ジャンクフードの人いるからね。ああ、なるほど。ジャンク、うん、ジャンクジャンク。そうそうそう、もうね、コンビニカップラーメンコンビニみたいなさ、はい、ああ、そうなんですね。もうやっぱりいると思います。ちゃんとしたね、やっぱり自炊、うんうん、ね、うん、やっぱ玄米食べて、はい、やっぱ玄米3食一番いいからね。あ、そうなんですね、うん、だからこの面白いよ、食べ物と運気の密接な関係っていうのは本当にあるんだけどもね、はい、これすごい面白いけど、昔水野南北っていう人がいてね、はいはいはい、この水野南北っていう人は非常に面白い人でね。どういう人なんですか。これ乾燥学っていう、まあ、これ江戸中期の人なんだけども、はいはい、江戸の中期にその接触開運説っていうのを唱えた人がいてね、でこの人はもう本当にいろんな、この人すごい面白くて、この人に悪いことばっかりしててね、はいはい、若い頃は悪いことばっかりしてて、はい、で捕まっちゃうんだよね、18歳の時に。あ、刑務所みたいなところに。そう、刑務所みたいに捕まった時に、はい、そこにいるその刑務所の中にいるやつにね、言われるんだよね、はい、お前運気ねえなって言われるわけ。そうなんですか。うだってその人も捕まってるから、その人も運気ないじゃないですか。よく人のこと言えましたね。そうお互いに運気ないんだけども。そうですね。その時にその人は、はい、お前思想が出てるって言われるんだよね。その人もすごいですね、うん、じゃあ、で思想が出てるから、はい、お前このまま行ったら死ぬよって言われるわけ。うーん、でどうしたらいいですかって当然言うじゃない。はい、言います。言った時に1年間、はい、もう大豆と麦だけ、はい、1年間大豆と麦だけ食ったら教えてやるって言われて、はい、その人は。めちゃくちゃ難題なんですけど、うん、なかなかのお題を出してきますね。でもしかも場所は刑務所っすよね。そう、その選べるんですよ。いや、わかんないけど、僕ちょっと大豆と麦以外はちょっと、そんな何年も入るわけじゃないんじゃないの。ちょっとだけなんじゃないの。あ、そういうことですね、うん、でも喧嘩とかして入ったんだろうけども、はいはいはい、でその時だから1年間麦と大豆だけ食うことができたら、はい、その秘密を教えてやるって言って、本当水野南北は1年間麦と大豆だけ食べたんだよ。あ、なんかそれを聞くってことはよっぽどなんだろう、迫力があったっていうか、なんだろう、説得力があったってことですね、うん、で結局水野南北は1年間麦と大豆だけにするわけ。はい、そしたらもう自分の運気がどんどん上がってくるのを感じるわけで、1年後そのね、教えてくれた人のところに行った時に、はい、お前からもう思想は消えているって言われるわけ。で、これその人1年間ずっと囚われてたんですよ。そう、南北は出てるのに。そう、その人何しちゃったんですよ。で、それで、はい、で、水野南北は、はい、占いに目覚めていくんだよね。占いに目覚めていって、はい、多分その人の影響ですよね。そう、その人の影響で占いに目覚めていって、はい、もういろんな研究するんだよね。はいはいはい。で、この水野南北って研究者だから、はい、もう徹底的にいろんなことを研究するんだよね。そうなんですね。そう、もういろんなとこでっち奉公行ってね、はい、例えば頭の形と運気は関係ないだろうかって言ってさ、床屋にデッチ奉公行ってさ、うん、3年間人の頭見るんだよね。で、こういう頭の人はこういう運気になっていくとか、はい、そういうのを研究したりとか、はい、あとサンスケって言ってさ、お風呂屋さん行くとさ、昔は流してくれる人がいたの、背中を。あ、そうなんですね。俺サンスケって言うんだけど、はい、このサンスケをやって人の体を見ていくわけさ、はい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 、で、こういう体の人はこういう運気になっていくってことをずっと研究するわけ。そうなんですね。で、最後はさ、人の体焼くとこまで行くんだよね。人の体を亡くなってから焼き場があるじゃん、はい、焼き場にも行って、はい、そのね、例えばその死因は何ですかとか聞いた時に、はい、この死因の人はこういう体になっていくとか、はいはい、そういうの徹底的に研究したんだ。すごい研究して、はい、ほとんど分かるようになった。そうなんですね。ほとんど分かるようになったんだけども、はい、結局 100% じゃなかったの。
はい、100% じゃなかった。 100% じゃなかった、はい、でこれを水野南北は 100% にしたいから、はい、ここで研究に研究を重ねて分かったことは、最終的に分かったのは、はい、ご飯なんだよね。で結局その1年間麦と大豆だけで過ごせって言われた時に、自分がそれを1年間やった時に、はい、思想も消えて運気も上がってるわけ。はい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 、ここに初めて気がつくわけ。はい、そうか、自分の食べ物と運気っていうのは関係があるんだと、はい、うんうんうん、だから咀嚼、咀嚼、はい、咀嚼、咀嚼にしてる人ほど、はい、運気が上がってくるってことに気がつくわけ。そうなんですね。そうで、水野南北の名言の中に、はい、もう万に一つの間違いなしって言って、はい、もうこれがもう最高の、もうその要するに食べてるもので運気が変わるっていうのにたどり着くわけだよね、はい、ああそうなんですね。そうだから、それが接触開運説っていう、まあ水野南北本がいっぱい出てるからね。あ、へえ、うん、だからやっぱりね、そのやっぱお金持ちの人とかもう豪華な食事を取るわけさ。そうです、そうだと思います。もう人間ってね、面白い生き物でね、はい、自分の好きなもので病気になっていくからね。そうなんですね。そうだから、乳がんになる人はさ、何が好きとかもう決まってるからね。もう乳がんになる人の食生活ってもう決まってるから、はい、もうこれって。あ、そうなんですね、うん、だからそのいろんな病気っていうのはもう必ず自分が好きなもの、要するに好きだからいつも食べるわけでしょ。そう、乳がんの話とかって言えないんですか、うん、言えないね。あ、言えないんですね、うん、いろんな制約があるから言えない。あ、そうなんですね、うん、だから本当にそういうふうに、はい、人間は本当そのね、いつも食べてるもので病気になっていくわけだから、はい、うん、だからそれをやっぱり豪華なご馳走っていうのはさ、はい、もう大抵カロリー高いんだよ。カロリー高いです、うん、ハイカロリーなわけだよ。ハイカロリーです、うん、だからこれが病気のもとになっていくわけでしょ。切ないです、うん、だから本当にその豪華絢爛な食事を毎食してると、はい、本当に病気になってくるね。ああ、そうなんですね、うん、だから痛風とかそうじゃない。痛風ってそうですよ、贅沢病って言いますもんね、うん、贅沢病だから本当にそうやって人間が食べるもので、はい、やっぱそういう運気っていうのもなってくる、運気も悪くなってくし、やっぱ病気、はい、いつも豪華な食事とってる人っていうのは大体どっかで相殺されていくからね。ああ、そうなんですね、うん、だから僕はね、はい、やっぱ自宅でご飯作れるときは作る。外食ずいぶん減ったよね。あ、そうなんです。それいつからやってるんですよ、うん、あ、いつからだろう。一人暮らししてからかな。あ、ほー、うん、だから2年ぐらい前から。あ、そうなんですね。本当に家で食べるようにしてるよね。時間を作れるときは。あ、もう本当外食はさ、やっぱりね、何使ってるか分かんないし、うんうん、あとはやっぱりね、やっぱ僕はやっぱり一番、僕が一番好きなのはさ、はい、卵納豆かけご飯だからさ。シンプルで究極ですもんね。そう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 、本当にそういう僕の最後の晩餐は卵かけご飯で決めてるからね。ああ、そうなんですね、うん、その時は納豆はランキングインされなかったんですね。やっぱもう卵だけで味わいたいっていう、ね、あ、最終的にはだって本当にさ、卵と米と、はいはい、もう味噌汁あったら別にいらなくない。そうですね、うん、家ではかなり究極いらないですね。家ではすごい質素だよね。そう、あ、そうなんですね、うん、もう家ではすごい質素。味噌汁とか作ってるんですか。あ、作るよ味噌汁。あ、そうなんですね。もう出汁から作るからね。出汁から作るんです。もう昆布もこだわってるからね。昆布もこだわってるんですよ。こだわってる。そうなんですね。もうだから美味しいよ。そうなんですね、うん、だから本当に質素だけどもやっぱ美味しいよね、はい、でも僕は本当卵好きだからな。やっぱ卵で病気になってるかもしれないね。ああ、そうなんですよ。僕ビールです。ああもうマチさんの場合はもう下っ腹がもうだいぶ出てきたからね。ああ、そうですね、うん、だからやっぱりここで南北さんの知識を取り入れて。水野南北本はいっぱい出てるから、はい、まあ、読んでみたらいいんじゃないかな。でもビールって麦に入らないんですよ。入らない全く入んないね。あれも小麦麦芽の炭酸入りだからね。ダメだったか。もう、まあ、それはダメだね。ダメだったか。だから本当にそういうのはね、面白いと思うよ。やっぱでもね、お金持ちになっていくと、やっぱりその豪華絢爛な食事がやっぱ続いていくけども、やっぱ豪華絢爛な食事取り続けていくと絶対病気になるからね。そうですよね、うん、やっぱ健康より大切なものはないから。本当ですよね、うん、だから本当に健康だよね、はい、でも僕なんかね、そうやってね、粗食とか言ってもこんなデブだから説得力ないけどね。あ、だよ、うん、ちょっとコメントに困ります、うん、ので、うん、でもやっぱ年取ると本当に昔はさ、本当にガリガリガリクソンだったからね。大王ガリクソンだった時あるんです。
もうあの高校1年生から身長は変わってないから、はい、あの時50キロだったもんね。そうなんですね、うん、で今85キロぐらいあるから35キロぐらい増えてるもんね、はい、そうなんですね、うん、結構な、じゃああれですね、2人分ぐらいになってるってことですね。そうだね、うん、あだけどまあ別にそんな贅沢してるわけじゃないからね。そうですよね、うん、贅沢もバランスってことですよね、うん、だってそんな贅沢してないよね、まあ、いつも一緒にいるからね、はい、よくご飯一緒に。贅沢ってどこからが贅沢？僕にとってはもう大王が食べるものは大体贅沢なんです。僕はもう本当に貧しき家庭で生まれたので、大王が食べてるものは大体贅沢。なんでだよ、もういつもさ朝定食で納豆ご飯定食食べてるじゃん。食べてますね、あれも贅沢です。あれ贅沢納豆定食も贅沢なんだ。あれも贅沢です。あ、そうか、じゃあ考えないといけないな。でも本当にそうやってやっぱりなんかね、そうやって水野南北の本を読んでみられると面白いかと思うね、はい、そうですね、うん、食べ物と会話について、だって万に一つの間違いなしって言ってるわけだから。いや、これこの万に一つの間違いなしって言った後の水野南北が一体何を食べ続けたのか。麦と大豆でしょ。あ、最終的にそこに落ち着いたんですね。そうそうそう、じゃあそれを食べ続けたら、うんうん、開運できますね。だそれは健康になるってことだよね、やっぱね。あ、やっぱりね、健康になるイコール、はい、元気になるわけだから。元気になります、うん、健康イコール元気でしょ。元気です、うん、だから面白い。だから日本人って本当すごいと思うんだけどさ、はい、病気ってあるじゃない。病気ってあります。病気ってさ、はい、気が病むから病気になるわけであってさ、はい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 、だって本当はさ、はい、僕はすごい不思議だけどさ、もし体が蝕まれていくのであればさ、はい、病気って気が病むから病気でしょ。はい、気持ちの本当だったらさ、体が病んでいくじゃん。体が病んでいきます、うん、頭痛いとか。だから大病って言ったっていいわけじゃん。そうですね、大病。あ、なるほど、体っていう字を書くってことですね。そうそうそう、はあ、体が病んでいく。そうですね、そうそう、体が病んでいくのにもかかわらず、はい、体が病んでいくんじゃないんだと、はい、気が病むから病気になるんだって昔の人は言ってるわけだよ。言ってますね、うん、っていうかそういう感じですね。そうだけども、やっぱりそれがね、時間が経って、ね、はい、元気になっていくっていうのは、はい、気が元に戻るから元気っていうわけであって、だから全ては気なわけだよ。なるほど、うん、で食事だってもちろんね、そのエネルギーの塊だから、はい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 、だからそれをどういったご飯を食べるかでまた体も変わってくるわけだけども、はい、やっぱ健康イコール元気になるわけだから、はいはいはい、元気になったらさ何でもできるわけじゃない。うわ、アントニオさんですね、うん、はい、だから本当にその元気より大切なものはないと思うから。いや本当にそうですね、で元気になったら何でもできるわけだから、はい、まずはやっぱりね、元気になることが必要なわけだから。そうですね、うん、だからそのね、水野南北はその麦と大豆だけでね、はい、元気になったわけだから。そういうことですよね、うん、で前ちょっと話してたじゃないですか、波動の高い人は元気明るいっていう、うん、はもちろんだよね。そういうことですよね、うん、そうしたら開運もしますよね。まあ開運するというか、開運しやすい状況を作れるんじゃないのかな。そういうことですね、うん、でも元気っていうのはやっぱりエネルギーが発散してるわけだから、はい、このエネルギーが高い状態っていうのがやっぱりそういう波動の高い人との出会いにもつながってくると思うんだよね、うん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 、そうですね、うん、だからやっぱりそういった、ね、食べ物って大事だから、はい、うん、何を食べるかっていうのは非常に大切になってくるので、やっぱりそういったジャンクフードではなくてね、はい、まあ、たまに食べるのはいいと思うんだよ、うん、ね、カップラーメンが大好きとかさ、うん、まあ、たまに食べるのはいいと思うけども、はい、やっぱそれがね、1日1回必ずカップラーメン食べるとかさ、はいはいはい、もう1日2回コンビニの弁当を食べてるとかさ、それはまずいよね。そうですね、うん、だからその辺を見直していってもらって、やっぱりいい玄米を食べてほしいなと思うよね。ああ、いい玄米、うん、いい玄米ね、なんかそれおすすめとかあるんですよ。いや、やっぱりあの富田船長、まあ僕ね、僕の仲良くさせていただいてる、はい、ね、もう健康マニアの、はい、もうおじさんだね。あー、なんかそれダイエットの話にも出てきたんですけど、富田船長待望論ありますね。そうだね、船長、はい、今度ね、はい、でも船長やったら船長すごい人気者になっちゃうね。あー、そうですね、玄米売り切れるかもしれない、まあ、玄米売り切れるね、はい、うん、岡山の玄米だけどね。あー、そうなんですね、完全無農薬の玄米ね。生産数やっぱり絞られるんじゃないですかね。あー、そうだね、そうですね、でも本当美味しい玄米の概念を覆される美味しい玄米だから、はい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 、まああれ食べて、まあ本当にあれ完全栄養食だからね、あの船長の玄米っていうのはね。完全栄養食ってそれだけ食べておけばいいってやつですか、ね、そう、もうそれだけ食べてればいい。はあ、そうなんですね、もう本当それだけ究極じゃないですか、それ。そう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 、しかも美味しいんですよね。美味しいね、もう言うことないじゃないですか。そうそうそう、だからもうあれだけ食べてれば、だからそれだけ食べる、はい、そのダイエット法っていうのもあるぐらいだからね。あ、
そうなんですね、うん、だからまあそういうのを今度紹介していきたいなと思います。はいはいはい、ぜひ、うん、YouTube をご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。このチャンネルではさまざまな開運情報や、はい、どうしたら人はね運気が上がってくるのかってことに特化していろんなことをお話をさせていただいておりますので、もしよろしかったらチャンネル登録の方をぜひよろしくお願いいたします。チャンネル登録ここ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 必死に回っちゃってるよこれ何周回るんですかということで、チャンネル登録をよろしくお願いします。